上州牛堀は、葛飾北斎の代表作、富岳六6系前十六図のうちの一図。1831から34年頃観光。大番西木へ。落下は、前北斎ため市。藩元は、長都市道西村屋八。利根川津島巻市より、利根川、霞ヶ浦周辺の地図。霞浦及び、西の浦の上、三和田。 裏の左側の地名二つ目に、牛堀がある。牛堀は、霞ヶ浦の南東端から流出する、日立と根川砂岩にあり、現在の茨城県伊多市に町名が残る。36系全図中、最も東に位置し、かつ最も富岳から遠い距離にある。立体地図ソフト、カシミール 3D 奥使し、理論上。 富士が見える場所を提示した田代博史によると、日立国南部は西側に山地が接していないため、富岳が見られる地区になっている。徳川幕府の利根川世外政策により、あずめぐる海運が東港に寄港するようになり、遊郭ができるほど栄えるが、本図が観光される頃には、海鮮は直接利根川本流に入るようになり、当地は 水戸藩の輸送と霞ヶ浦での漁業、鹿島、香取両神宮三景の宿としての利用に泊まった。当地は、赤松総丹、利根川津島記録にて、牛堀霞が、裏入り口なり霞が歩はいたるて渡りがたき海なれ、箱のところに対戦して、風を待つゆえに、出入りの船多くこの貸しに集まりまった鹿島に至るに、利根川より、横離婚に入り来た、利根を経て、 波逆の海に至ると研究されている。本図でも船は帆柱を畳んでおり、風待ちしているものと思われる。河村瓶行、百藤巻4より、上州牛堀北斎が上州を訪れた確実な、記録はないが、河村瓶行の絵本、百藤巻4に、同地からの富士が描かれており、同所からの沿用が考えられる。瓶行の川、右につくば左に富岳を望み、 霞ヶ浦、日立と根川も広く取り入れた、俯瞰図である。円形に、小舟が浮かぶ様は、十六系、神里市の回路にも見られる構図である。対して北斎は、高瀬船を前面に大きく描写し、さらにその手前に岩を配する、近接拡大法を取ることによって、瓶ン行きの説明的な、実景ではなく、力強い、売れる絵を描いた。京化画城、都鳥より、 三叉の月、オランダライデン国立民族学博物館像。左の男は高瀬船から水を流しているが、彼が持つものはよく見るとはがまだと確認でき、右手で流出箇所を抑えていることから米を研いでいるのだとわかる。同様の行為は北斎の教科絵本、都鳥の三叉の月でも見られる。雪の吉をのが飛ぶが、彼らの姿勢は、 三十六 k 寸州王の神殿での語話と同じである。富岳十六 k のうち、寸州王の神殿初釣りは、ベロアイ単色釣りだが、本図ズワートりで、船及び円形のイオ2軒に黄色が用いられている。富岳の頂より右下にもイオ2軒があるが、こちらは、ベロアイのままである。ありがとうございます。